パクチー取られてる。やっぱね、パクチー好きですか。おいしいファー。おい、シャンツァイ。シャンツァイ。なんかパクチーラーメンの店行ったら、並んでる時に、パクチーってカナブンの匂いするよね。って言われて、うんってなりながら、絶妙なこと言うな。お茶から徒歩2分で来れるという。これは、うん、よくある火鍋、うん、よくある火鍋。一つは薬膳、薬膳、薬膳系で、ここ GoPro とこれしか見られたりする。あ、でもこっちの方が広角で撮れる。でも画質的にはこっちの方が、ね、これ同じ角度で撮ったらいいね。別角度で撮ったら俺を撮らないとね。3カメいるよ。3カメ大好きよね。はい、撮りまーす。撮りまーす。イエーイ。ついてるよね。ついてるよね、これ。イエーイ。あ、後ろ、後ろ、後ろ。そうです。ありがとう。ブロッコリーなんだな。GoPro いいな。GoPro 欲しくなってきた。え、それは GoPro じゃないの？これ、オズモっていう違うやつ。その右のあの豚の血のピック、ピックも欲しい。それ美味しい。それ美味しいよ。ピック美味しい。火鍋にすっげえ合う。シイタケ。いいね、いいね。出汁とる出汁。あ、また来た。ありがとうございます。全部入れる。入れる。どっちでいい？これ、グッドビキこれキノコ？竹の、竹の、竹のね、三軸の軸みたいな。軸？こここれです、竹の。へぇ、マジでなんかわかったこれ。金類って書いてあるの、ゴール。キノコ、キノコ。で、これは、これはテイマオトゥーってやつ。これもマジで美味しい。これです。あ、そう、これも系か。これ超最高。酒に合うね。飲まなきゃって。飲まなきゃって。ちょっと。ありがとうございます。やばいな。違う、マジやな。ぶっ飛んでる。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちのストレートお子ちゃん帰ってきたらまだね。あ、そうだ、誕生日パーティーだよ。そうだ、それしないとやっぱ。お子ちゃん帰れるじゃん。詰められる。そうなんだ。温度高くなる。何が好きなの？鍋好きだね、火鍋。なんかトコちゃんのおすすめの火鍋も中山駅にあるから行きたい。行こう行こう。とりあえずこれはゼロ次会だから。ゼロ次会含まれてない。準備だから。うまい。うまいでしょ。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。いや、もうそれ撮ってないで食いな。はい、お客さんとかあるから。大丈夫。みんなで、みんなで、はい。あ、みんなで食べたの。いただきます。うまい。最高。うますぎる。うますぎる。俺が仲間たちと育ててる。ちっちゃいんだよ、これ。なるなる。ポコちゃんもよく言ってんだよ。これ、ぶっ飛ぶね。やっぱウェイパー。ウェイパー？多分台湾のウェイパーだ。で、こっちのウェイパー。ウェイパーちょっとつけて、辛いのつけて。で、ここにしよう。結構火通ってる。謎スパイスうま。謎スパイスやばい。謎スパイスうま。うますぎる。これ持って帰っていいですか？いや、ほんとそう。はい。あ、取ってる。この板。これかな？あ、これだ、これだ。八チュシャンチャン。風の音だ。ねえ、2秒だけ。ビール、どうぞ。はい、チーズ。OK! 昨日の俺の行きあれかれの弟が、妹笑った。言ってくれよ。超男に見えた。面白いから黙ってた。行きあれのよ。失礼だなと思って。ネイルがあったから、あーって。でかなと。全員呼ばなきゃね。どういうことあれで、しげちゃんも写真を撮ってほしい。いいね、新宿の盛れる、めっちゃ盛れる。
でもあの宇宙人になるより全然あれの方が良くない？全然いいよね。あれでいいじゃん。わかる。宇宙人のやつ見てもなんか誰これみたいな。うん、あれ極めたいな。なんか前よりさ激しくなってるよ。めちゃも入ればいいの。俺もゴプロ買おう。いいの。本当旅行中撮りやすい。そうそう。自分で来た時はゴプロがこっち。二大体制で。本当に一カメ二カメ。テレビ番組に。スイッチングスイッチング。編集やってます。編集だと。プッシュが絶対プッシュ分かった。押す黒酢かな。どうぞ。すいません。はい、はい、じゃあ待ちます。こっちの方がね、あっさりしてる。じゃあ、こっちの方がすっと。あ、ほんとだ、こっちの方が好き。オッケー、じゃあ俺こっちの。欲しい。あ、本当だ。グビ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 。じゃあハードル上げすぎないよ。よっしゃ。多分ね、しげちゃんと食べはるぐらいの。ハードル上げすぎ。よし、こっちからまで行こっか。いやいやいや、変わるって。いや、明日仕事だ。そのまま会社で、そのまま会社の横で飲むか。やばすぎ、もう飲んで待ってる。やばすぎ。よし、とか言って。そうそう、で、昼休み行くの。安いこれ。でも実は痛風なんですよ。え、マジで。すごくない？だって24歳の若さで痛風なんだ。早くない？中学生ぐらいの痛風で。中学生。持病。それお酒のせいでもない。呪われそう。もう何も別に食ってないけど持病で。じゃあ、そうだね。だから次回ぐらいで終わる。だからビールは。じゃあ飲んだら。タンパク二人食べてないんじゃん。あ、タンパク質取ってない。タンパク。あの危険キノコマジックマッシュルーム。マジクマッシュルーム感じね。ビール好きだけどもホッピーにしてる。ホッピーはなんだっけ。俺はもう分かってない。ホッピー焼酎ではなんかちょっとビールっぽくなるんだよ、ね。あれか。日本でプリンターに対してはどうしよう。ちょっと東京行ったら遊んでください。もちろん東京行ったらあのもちろん靖国神社で待ち合わせしよう。合宿合宿。これプリキで写真撮って新宿。そうで靖国神社参拝して靖国集合でいいよ。うん、靖国集合 で新宿だと俺どこで行けばいいか分かんない。大久保のガチ中華に行く。笑った。あれも、ね、池袋北口。でもね、俺この前日本帰った時、代々木でクラフトビールのビールバー行って、二次会どこ行こうって言ったら目の前に上海酒場ってあって、行こうぜって。なんか違う。騒いだ。鳥貴族より上海酒場。行けなくも。日本帰るとなんか逆に中華食いたくなって一里みたいな。あのさ、この間ツイッターでさ、中国の本土のネトウヨによって燃えた皇太后っていう東中野の中華料理屋の話聞いてる、知らない、全然知らんぞ。なんかね、燃えたい炎上したよ。中国人の入店お答えにもあって、 あそこ燃やされたの。燃やされたってか炎上したよ。それ見た。だから台湾人がそのツイッターを見て、あのそこにあの習近平のプーさんのコラ画像のやつとか、あの天安門とか台湾独立って書いたあの張り紙を貼ると、あのそれを写した中国人 YouTuber のアカウントがバンされるから、だから魔除けになりますよ、虫除けになりますよって台湾人が教えたで、それをその生態号のオーナーがガチでやったらぴったりと来なかったアカウントバンになるし、法案に目つけられるし、そうそうそう、台湾独立万歳とかね。お土産ある。ありがとう。はいはいはい、くまもんやん。くまもんです。ダッサ。何がありまして。何がありまして。はい、お土産授与式取るわ。ありがとう。どっちから行くか。どっちから行くか。生パスな、これだよ。大体さ、大量の大体さ。いや、私たちに付き合ってもらって、毎これ、まあ、今日みんなに1個ずつ。毎晩こう移動してくるんで、明日半分ポコちゃんに渡して。ポコちゃんに渡します。ありがとうございます。はい、もう1個、もう1個でこれで、4個間付き合って。もう1個は、ね、遊んでいただいてって感じなんですけど。そう、ポコちゃんと仲良くね。寿司なんかさ、俺前もチャオかなんかもらったんだよ。今回のスゴロクがついてる。あー、遊べるね。そう、遊べるから。だったら遊ぼう。
くやってこれすごろく。ありがとうございます。冒険すごろく、人生は冒険だ。今小学1年生、自分で買わないもんね。そうそうそう、いや昔は1から6まであったけど。ありがとうございます。ちゃんとしてんのよ。何書いてるんだろう。通気になるよね。そうそうそう、教えて、あのストーリーで上げて。やります。やってて、スゴロクのスゴロクの投稿みたい。でもちょっと暇な時やりたい。そう、やってちょうどいい遊びのエンタメを、エンタメを提供して。ありがとうございます。じゃあロンシャス行きましょう。